はい、こんにちは。日本改革党元豊島区議会議員くつざわりょうじでございます。藤田様、杉原様、お手紙いただきました。ありがとうございます。広島原爆式典をですね、岸田は帰れ、自衛隊反対、安倍は殺されて当然だ、 G7 は戦争準備だから反対などと無関係の怒号で妨害した者の中に外国人とおぼしき服装、のやつが発見されております。まあ、テレビじゃこういうのは映さないんだろうな。ツイッターで、今はバレバレであります。現地の人がパシャリと写真を撮ってすぐ上げちゃうからね。私はこの現場にいました。このグループのリーダーたちは胸にハングル文字が書かれた服を着た人たちでした。この人らなんですけれども、なんかベストを着てますね。これがグループリーダーで、画像は私が撮りましたので間違いありません。胸に刺繍されていたものです。安倍国葬反対と原発反対を大声で叫んでいました。ネットの反応です。知ってた。日本で何しとんねん。外国人の政治活動は禁止だぞ。これで外国人参政権とか恐ろしすぎる。用語で日本人のなりすましとか言い出す。もう言ってるやついたよ。これは実は日本人で、この服を着てるだけ、何しとんねんっていう批判に対してですね、禁止だぞ外国人の政治活動はという声に対して、実は日本人のなりすましだ、I'm Japanese だって言ってるやつね、もうすでにいるんだって。ハングルで全国金属機械労働組合って書かれているそうであります。日本側の主力はですね、勤労千葉、勤労水戸、日機放送奈良市など労働組合が主力ですね。どいつもこいつも判で押したように赤字に白文字でくくり抜いておりますけれども、まああれだ、勤労〇〇っていうのはですね、JR の労働組合であります。国会でですね、角丸派の浸透著しいって名指しされてしまった JR の労働組合が勤労〇〇って名乗るみたいなんですけどね。反日と打倒日本国の意思目的を共にする韓国の労働組合と連携してるんでしょうね。韓国の労働組合は良き韓国人として国是である反日がしたい、で勤労〇〇労働組合は日本国を打倒したいっていう目的が一緒。JR 東労働組合、まあ大元ですね、勤労〇〇の大元 JR 東日本の労働組合がこんなことやってる画像も発見しました。日本政府は慰安婦被害者に謝罪と賠償せよなんつって、ご丁寧にハングルで呼び名が振ってあります。なんで慰安婦の賠償を求めることが JR 社員の待遇改善になるんだっていう話ですね。全く関係ないよな。この人ら JR の職員さんの組合費使って一体何やっとんだっていう話なんですけどね。JR の社員さんは組合抜けた方がいいですよ。労働組合抜けた方がいいですよ。あなたの組合費はあなたの待遇改善のためには使われておりません。なんか一進一退な日韓の労働組合なんですけれども、 JR 労組や日教組が韓国の労働組合のデモや集会に参加している写真もありました。親善で行ってきましたなんつってちゃっかりね、向こうの集会とかに混ざってやがる写真ありました。お互い行き来してんでしょうね、協力関係ってことで。反日同士で気が合うんでしょうきっと。さらにですね、韓国の労働組合はほぼ北朝鮮の工作員であります。目的は韓国の経済破壊、韓国経済を破壊して北朝鮮に攻めてこれないようにするっていうのが目的なんですけれども、関西ナマコンっていう逮捕者70名ぐらい出してるとこありますけれども、
あそこ北朝鮮ですよね。外戦車も何柄何まで北朝鮮なんですけれども、日本の労働組合とも北朝鮮と親密であります。関西ナマコみたいにほぼ北朝鮮の下部組織って言っても過言でもないところもある。韓国の慰安婦騒ぎは日韓分断のための工作って私は考えてるんですけれども、まあまあ、北朝鮮の工作員が韓国社会においてですね、日本は謝れって言ってさえいれば、日韓がなんか死んねえけど意気投合しちゃって、仲良くなっちゃって、自分とこに一緒になって攻めてこられると困っから、日韓を分断しないといけない。そうだ、慰安婦で、いつまでも日本に対して謝罪と賠償しろって言ってれば、両国が仲良くなることはないっていう北朝鮮の工作だと思ってるんですけども、バカだから完全に乗せられちゃってね、それにすっかり操られちゃって生きてる韓国人民も多数いるのはもちろんであります。 JR ローソが慰安婦ネタやるのもですね、北朝鮮と協力し合ってるからでしょうね。綺麗に説明がつきます、これで。まあ、日本の労働組合は誰と組もうが反日できればそれで気が済むのかもしれませんけどね。外国人の政治活動は禁止されてんだから、警察はこういうのを引っ張ってきて事情聴取すべきなんだよね。どっから来たの、あんた何者なのって、警察の権限で交流できる48時間交流しとけばいいんだよね。何でもかんでも面倒があってね、簡単明瞭な誰が誰を殴りましたみたいな事件ばっかね、目の色変えてね、日本の警察の話ですけれども、国葬は葬儀ではない。葬儀はすでに終わっている。これ外交行事ですね。産経新聞、世界から弔意1700件、国葬で意思継承へ。問い合わせがですね、世界中から1700件来てんだって。そんなに国ないから、その国の中でもいくつかの機関、例えば日本だったら外務省も法務省も経産省も問い合わせましたみたいな感じになってんじゃないでしょうか。これいちいち応対してたら外務省パンクしますよね。だから一堂に会して行うってことでね、広島追悼式典と同じなんですわ。葬儀ではないの、外交行事なの。これ広島追悼式典の上空からの写真ですけれども、すごいわんさと人集まって、アーチの周りには花はずらりと並んでね、安倍側が未だにですね、弔意を強制するな、反対者がいるんだから税金使うなとか言ってるけど、そういうもんじゃないんだな、葬儀ではないんだな、外交行事なんだよね、これと一緒ね。原爆被害者の追悼に反対だ、税金を使ってやるなーってはならんでしょこれ。豊島区でもですね、区主催の表彰イベントありまして、毎年100名程度が表彰されますけれども、私議員1年生の1回目だけ行ってですね、あ、こんなもんか、もう出なくていいななんつって、それ以降は出席してませんけれども、まあまあですね、豊島区の鈴木隼人衆議院議員さんとかですね、知事も来たかな、小池百合子知事もちょっとの間いたかな、まあそんなようなイベントやったんですよ。例えばですけど、消防団長を10年間勤めたであるとか、介護施設に勤務20年したであるとか、民生委員を20年間引き受けてくれたであるとか、豊島区内で心肺蘇生を行って人命救助したであるとか、火事の時にですね、消防隊に協力して人命救助したであるとか、いう方が豊島区から表彰されるんですけれども、こんなまでね、誰それを表彰するのは反対だ、税金使って表彰式すんなってはならんでしょ。これと一緒ですよね。安倍が頭おかしいのと、物を知らない無知なのと、ちっとも自分で頭で考えない、調べないのと、それも相まって、そんなこともわからない。国葬は
葬式ではない、外交行事である、そんなこともわからないのであります。参院選後の内閣改造について、茂木幹事長、松野官房長官、林外務大臣は留任、党三役の総務会長、政調会長、選対委員長は全特化へという方針だそうであります。政調会長の高市さん、特化やられちゃうな。ネットの反応です。国民の声が聞こえてないやつほど残るな。茂木のどこがそんなにいいの。茂木自体は統一じゃないから、やっぱ高市さんは外されるか。茂木が一番ダメじゃねえか。前情報通りの媚び中人事、親中派はいらねえんだわ。茂木と林はいらねえ。小野寺さんとチェンジ、小野寺逸則さんですね、御殿さん、試験ですけど、この中で茂木幹事長の評判がすごく悪かったですけれども、私は林外務大臣の留任が一番ないわーって思っております。林のせいで米国と距離取られてんのにね、大臣になる前何の用事か知らないが、1年間に7回も中国を訪れた。ヨガ教室の個人レッスンが大好きで、公用車でこっそり行ってた、批判された。一体密室で何やってんだか。あとウミガメに似ている。前大王製紙会長井川、全然わかんねえ読み方、沖高さんかもしんない、沖子、伊高さん、なんて読むのこれ全然わかんない。今だから言います。4月4日に故安倍元総理と食事をご一緒した時に、林さんは中国のハニトラにかかっているでしょうねとおっしゃってた。根拠もお話になっていたとバラしてしまいました。ネットの反応です。知ってたけど林もあかんか。リンリン&シェイシェイ、安倍ちゃんの発言なら二階はパンダだし、誰もが知ってる話なんだが、めんどくせえから全員真っ黒ってことで、トラップ女と合体映像さらされたら生きていけないわな。中国旅行する東大卒業生が狙われるって有名な話だよな。まあまあ、東大卒業してる人は官僚とかね、あとはまあ会社でもいいポストつくんでしょ。だから引っ掛ける価値があると思って、まあ青たがりじゃねえけど、無制限に狙われんだろうな、多分な。林外務大臣がハニトラかかってるっていうのは知ってました。賄賂だけなら訪中する必要ないもんね。あとウミガメに似ています。1年に7回も行くか。毎月じゃないにしても2月に一遍行ってますよね、7回ってね。ウミガメに似てるしね。ハニトラについてなんですけれども、古代中国では去勢した宦官に政治させてましたけれども、秦を滅ぼした長江のように中にはものすごい悪い宦官も現れますけど、少なくとも異姓ハニトラは安心かもしれないですね。宦官ならば同姓ハニトラはこの限りではないですけどね。好みの同姓にハニトラかけられちゃうっていうのはあっかもしれないですけどね。安倍総理はとうとう男を差し向けられたって話してましたしね。すごいあらゆるタイプの女が来てですね、そんでも安倍総理が落ちないもんだから、とうとう最後には男が来たそっちの方かって中国共産党が判断したんでしょうね。ネットで評判悪いですね。茂木林の留任、岸田総理って本当に全然ネット見てねえんだなーっていうのがこれでよくわかります。まだですね、する方針っていう報道なんで決定見るまで何とも言えませんけど、林留任はないわー。あと似てますよね。ウミガメ、これまでの最悪は何でもかんでも安倍が、自民がだったんですけど、最近はですね、何でもかんでも統一がーって言ってるそうですおかしいことに。パヨの皆さん、改憲は統一、なんでだ、原発再稼働は統一、反ロシアは統一、コロナ5類は統一、韓国輸出規制は統一とか、
言ってるとスレッド立っておりました。そうなのか、さよく見かけると私喜んでブロックしてたんで気がつきませんでした。私ですね、豊島区会議の時にボクサワってやつにですね、ヘイトスピーチを繰り返す靴沢を豊島区議会は何とかしろっていう難癖の陳情でですね、嫌な目にやってますんで、私が何言ってるか奴らに知られたくないんですよ。ブロックするとあいつらが何言ってるかも私わかんなくなっちゃいますけれども、あいつらの言ってることなど知りたくもねえし、そんな必要もねえしね。どうせくだらねえこと言ってんだから。ネットの反応です。何でも統一といえば批判できる安易な風潮やね。批判している内容でパヨってわかるのに、オウムも学会も厚生会も統一、ウクライナは統一、世界最悪のカルト共産主義は統一、共産党多様性の統一言ってたな、赤旗でこんなことな。じゃあ、一つの価値観しか結局認めねえんじゃねえかって叩かれてましたけれども、ない音が聞こえる、ないものが見える病気だよ。マジで脈絡なく統一とか言い出すから病気でしょうな。統一教会、あそこに見えるのは風車ではなく統一巨人に違いない。これドンキホーテの話ですか。これだったら何でもかんでも統一がって言ってれば自分が気に入らない全てに悪口言えますね。便利ですね。LGBT 批判は統一とかオスプレイは統一などなど、あと何かあったっけ、パヨってる人、上メロの人たち皆さんが反対してるもんってあと何ありましたっけ。それ全部ね、統一だそうですから。自衛隊訓練は統一とか言って、なんか丸々は寝てを寄って言って満足して言ってやったみたいな安心しているバカども思い出しますね。こっちはね、寝てを寄って言われても全然気にしねえのにね。だからどうしたの、バカ野郎の曲って呼べるんですね。上メロの皆さんも高齢化で脳みそがちょっと衰えてて新しいことを考えられないですよね。これこれこうだからダメなんだっていうその理屈思いつかない。脳みそが思考停止してまして、だから〇〇はネトウヨ、〇〇は統一、安倍がって言ってればまあいいんでしょうね。まあね、便利な悪口出てくるとしがみついちゃうんだな、それにな。あんまり私も人のことは言えませんけどね。この前ね、バイオハザード RE2 を買ってクリアできませんでした攻略本見ながらも攻略できませんでした。相当脳みそが衰えている証拠でないです。まあこの前っつっても2年前ぐらいですから、2年前、はバイオハザード RE2 はクリアできなかった。今はもっとクリアできないんではないか、衰えたなーって我が身が心配になっちゃいますけれどもね。というわけで引き続きメール投員、支部長募集しております。よろしくお願いします。デトックスジャパン。